はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第60回闘技場6日目ですね。昨日は負け、ミリオに三河市に負けました。順位が 22,819 位ということですね。では早速いきましょうか。もう三河市行ってやろうか。もう行ってやろうか、ここ。行ってやろうか、もう行ってやろうか、ここ。もうドレアムに聖魔山を決める。そして倒す。予告ね。シャドウベビーはそこでしか輝けない。いや、それはそうと、昨日の情報を皆さん見ましたか？ピサロ取るしかなくない？あれ、またあれ、覚醒進めれば三河市率上がるという、やばくない？で、魔法と物理と両方いけるんで、もうドルマゲスダメだね。受けらんないね。以上ですよ、ね、言うことなし。待って、これ行くでしょ。アリーナってちなみに前一発耐えれたよね。メラギ、ギラあれ、ギラでも耐えれたんだよ、名前な。ドレアも落としたいね。引っ張ってきて、まあ引っ張ってきて打つのがいいか、やっぱりね。5、6か、まあこんな感じだったら、こんな感じで、こっちはここまで来るか、こういう感じですかね。はい、これちょっと下受けたいな。下にこれで受ければ抜けてく。あ、昨日も同じだよね。ドルマギス抜けさせた後にドルマギス空振り、アリーナ空振りだった気がする。でもね、確率なんでね。でいいのかな。で次4番でしょ。で5、6が遊んじゃうんだよね。5、6遊んじゃうんだよな。それもつらいね。5、6遊んじゃう。いや、これさ、落とせなかった場合どうしようかな。こっちも入れとく、伏線で。ちょっとこれ、あ、ここまででしょ。ここでもいいわけかね、正直。でこれが下がって打つ。もし落とせなかった場合、下がって打つか、こうしておくか。あ、こうだね。はい、行きましょうか。よし、落とせちゃう。よっしゃ。もうそれでアリーナに当たったことだけでもよっしゃと言ってしまう自分が恥ずかしいよ。下がって栄翔準備。はい、次に待機しておいてください。そこバイキまずいって。ドレアムにバイキはまずい。よし。でどっから打つかな。もう次来ちゃうからね。でも邪魔にならないところがいいっちゃいいんだよね。あー、でもね、ちょっとね、こっち逃げとこう。これまずいかもしれない。あの、ドレアマ落とせるかもしれないけど、あ、混乱取っちゃうか、そこで。ドレアマ落とせるかもしれないけど、でしか落とせないんだ。落とせるんだよね。落とせるけど、どうしようか、これ。いや、これ逃げとくかな。いや、落とせんな、落とせんだよね。けど次に備えて逃げておくのも手なんだよな。これ逃げようか。で、これ逃げる。
出てくる。よし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 、もう一段階 A 賞アップ、次で決める、この辺に行ってプレッシャーをかけておく。守りね、 OK、 守りなら OK。 回復されたらどうしようかと思って OK。 はい、まあまあまあいいでしょう。でアリーナは奥狙わない。うわーすごっ。じゃあどうしようか、ここでぐるりでもいいね。ぐるりんして 4で来らんないっていうのもあるね。これ烈進撃と烈進撃落とせる、ナイス。さすがアリーナ、もうピサロ来ても使うからね、アリーナ。もうこっちもね、武神の構え取るからね、開花で。それと昨日のマルティナか、マルティナの5突目がセクシーボディってやつらしくって、それが魅了らしいですね。物理攻撃、対義攻撃してきた相手にまれに魅了にするということです。まれにだよ。はい、2戦目ですね。ビアンカンっていたのってぐらいだよね、本当に本当に誰も使わない英雄系で、やっともう6日目でやっと1回出てきたって感じだね。いやそんな感じよ。アリーナ、アリーナじゃないわ、ビアンカ。ここでいいね、ここにしようかな。ちょっと一回見ましょうか、もっと。あっ、なんか昨日、マルティナ5突すごいな、みんな結構5突してるね、やってるね。じゃあさっきのとこにしましょうか、ここですね。ちなみにマレニって何パーだか知ってますかね。私調べちゃいましたよ、悔しすぎて。 20% だそうです。意外とあるんだね。もう 5% かと思って。じゃあ 20% ならまあまあありえるね、2回連続で引くこともありえるね。マレニってそんなあるんだ確率。これも待つかな、待つか行くか。ヒャドでしょ。ちょっとヒャドって耐性どうだっけ。行きたいな本当に、毎回言うけど、こう言ってこう言って1,2,3,4、 あそこぐるりで、あれを引くで魔法を突っ込むって感じって感じで伝わったかな。魔法を突っ込む、これもねちょっとね微妙だね、この、ま、うん、微妙な位置だねこれね。まあこっちだろうね。はい、じゃあしましょうか、突っ込んでいきましょう。あ、ぐるりできないの、え、届かなかった。あこれはねえらい目見るよ、これえらい目見るよ、これ突っ込んでちゃったらえらい目見るよ、これちょっと待て、これねこれ無理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 、ここでいいのか、ここでいいのは優しいね。え、違うよね、だって自分がいるからでしょ。これちょっとこっちにしてみたらどんぐらい、ここまでか。いや、ここで待機だな。これは待機ですよ。これまずい。待って、ブラクロ。1個下がるか。やーべえ。やーべえことし。あっ、ちょっと待って。落とされる。落とされる、これ。ダメだ。
栄翔準備とかしてる場合じゃないよね。曲げす移動無効か、そういうやつに止めたいんだけどね。いやこれ落とされるわ。いや、やだ、落とされたくないけど全然逃げらんない。これどうしようか。うわ失敗したな。じゃあもう曲げすに打っとこうか、しゃあないね。半分、待機。いやしまったって、うやばいって、そういうことしちゃう。いや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 、出とけばよかったよ。出とけばよかった。これはこっちだね。落とせないな、知っている。あのそういう会心ずるくない、だから。ちょっと会心の確率じゃあ今度調べようよ。ずるくない、だからそこで会心。ずるいってマジで。どうしようかこれ。これ落としてほしいな。落としてほしいんだけどこれ。いやーきついね。で次ダメージも食らっちゃうしね。いや聖魔山見せ場来たよ、聖魔山。だけどねちょっと向こうの泥曲げす、あーダメだね、ダメだダメだ。え、どこでどうなった。いやまず最初アリーナが届くと思ったのが大間違いだね。はい3戦目です。どうしようかな。3戦目ぐらいは勝ちたいね。あーこういうとこ行きたいね。行きましょうか、まあついでです、ついでついでに行きましょう。ラプソン行こう。一番前に一番でかいやつがいる。はい対戦よろしくお願いします。いやーヒャダルコね。いや結構うち素早さあるんだな。烈進撃行く、烈進撃行く、ドルマか。で聖魔山も通るんじゃない。で氷も後ろで通るでしょ。うん7番目、いやーこれほんと突っ込みたいね。いやあ突っ込みたいね。どうしようかな。これいってヒャダルコ打ち込めるのかな。打ち込めるか、打ち込める。あそこであれする。聖魔山も打ち込みたいねこれね。でバラモスが行くと。烈進撃、あ初手無効か。やるなあ。そうか、うわ全然焦ってた。これどうする。ここでこっち行った方がよくない。で次で1、2、3、4届かないけどね。
あ、そう。やるわ、ラプソン。で、これでもいいんだけど、これを引きたいんでね。これを引いて、キャダルコを入れたいわけよ。だけど向こうのマゲスが、あ、そっからね。オッケーオッケー。で、ここでキャダルコを打ちたいわけ。落ちないけどね。落ちないけど、マジか。落ちて、落ちてよ、それは。もう絶対クレリアじゃん。じゃあこれ、ここまでしとこうか。マゲスに潰されるからね。圧縮。あー、厳しいね。さあ、向こうのターン。あそこで、狂気マスで撃つんだ。なるほど。危ねえ。よかった。初めて食らった人から。これは OK ね。あ、OK って、ここで OK じゃん。もうアリーナしかいないよ。あ、ミス、ミスか。ミスあんのか。あーっと、あーっと。まずいぞ。まずいぞ、これ。どうしよう。ここでも落とせないんだもんね。あ、ちょ、烈進撃。あ、ダメか。まだ向こう入ってんのか。まあでも行っとくか。しゃあない。落ちちゃう。ちょっと待って、今のさ、この3戦目さ、アリーナしか倒してなくない？アリーナが5体倒してませんか？最初ゴースト落として最後マーゲスでしょ？その前が3体いっぺんに倒したんだから、アリーナが全部倒してます。他のはじゃあさ、ストーンマンとかさ、身代わりでよくない？ストーンマン、サソリアーマー、お化け小僧、お化け小僧だっけ？で、身代わりさせたらよくない？というわけで、6日目終わりました。16勝2敗。16勝2敗です。はい、本日の動画は以上となります。明日のことが楽しみすぎて、戦略がガバガバでしたね、今日はね。はい、というわけで以上です。また、お会いしましょう。